ANA ビジネスジェット株式会社はチャーター便専門の航空会社。2018年7月2日に ANA ホールディングスと双日により設立された。きっかけとなったのはホンダやクラフト社長の藤野の知角との出会いだった。サービスはアメリカやヨーロッパにおいて ANA の国際便に合わせた乗り継ぎサービスと 羽田空港から顧客のスケジュールに合わせた近隣国への直接移動を行うグローバルチャーター便である。設立時点ではビジネス客向けのサービスのみであるがビジネスジェットで島々を周遊する観光事業も予定している。ANA ビジネスジェットは手配など窓口業務に集中し運航は他社に委託する。アメリカ国内、欧州に加え、 アジア地区でもビジネスジェットを活用したチャーター手配が可能。日本発着のグローバルチャーターは、双日の子会社であるフェニックスジェットと緊密に連携する。機体はアメリカ国内では新規導入するハンディジェットを、はじめ大型、中型、小型のビジネスジェットの手配が可能。日本発着のグローバルチャーターは、フェニックスジェットが保有する。 ガルフストリーム G650 またはボンバルディアグローバル6000も使用する。ボーイング737から 700ER、ANA はかつて同盟サービスを2007年から9年の間、ボーイング737から 700ER で運行し、ほぼ全席をビジネスクラスの特別使用機材でサービスしていたが、これとは全く異なるビジネスモデル。 称号、ANA ビジネスジェット株式会社代表者、片桐純設立、2018年7月2日、事業内容、チャーター手配事業資本金、200万円旅行業、登録番号、東京都知事登録旅行業、第3から7619号株主、ANA ホールディングス51%、創実49%旅行業登録年月日、 2018年8月2日2018年3月28日ビジネスジェットを活用したチャーター手配事業への参入を発表同年7月2日 ANA ビジネスジェット株式会社を設立同年8月2日旅行業登録を完了主にエリアチャーターグローバルチャーター国内チャーターの3種類が存在する エリアチャーター定期便で海外を訪れ、エリア内をチャーター便で移動するプラングローバルチャーター直接、海外の目的空港へチャーター便で移動するプラン国内チャーター、日本国内をチャーター便で移動するプラングローバル6000、ガルフストリーム G650 脱走ファルコン 7X、ボンバルディアチャレンジャー350ガルフストリーム G280、 脱走ファルコ2000ホンダジェットセスナサイテーション、マスタングエンブライルフェノム300リアジェット35、ボーイングビジネスジェット。ありがとうございます。